皆さんこんにちは、アトリエリブラの高橋貴子です。本日は How to 13 ということで、プロフェッショナルの知恵を使う方法ということについてお話をしたいと思います。だいたい教室運営のところではですね、ウェブの方とお付き合いするケースが非常に多いかなというふうに思います。プロの部分に置くと、例えばそれがホームページであったりとか、ブログであったりとか、もしかしたらプロの力を借りることとかあったりするかもしれないんですけれども、その時にですね、自分自身もちょっとはやってみた方がいいですね。少しはやったことがあることをお願いする場合と、全くやったことがないのを丸投げする場合にはですね、仕上がりが全然変わってきてしまうんですね。デザインをきれいにやれっていうんじゃなくて、そういうなぜ仕組みになってるのかを理解してお願いするとか、あと自分で作業をやってみて、これぐらいの時間がかかるから、プロでこれぐらいのお金を払ってもそんなに早くできるんだったら頼む価値があるよねとか、そういうのを理解するために、私の場合は必ず一旦は自分で全てやります。でやって、あ、これはやはりプロの領域だなと思うのはお願いする。だから自分の時給換算をプロのお金に換算して、じゃあそこでプロの知恵を借りようということでお願いをしています。ですので、ウェブサイトとかホームページとか作るのを私も時間をかければできなくはないんですが、デザインから何から、あとコーディングって言って、ちゃんとこうホームページが上手に動くように仕組みを作っていくとなると、それをこう片手にやらなくてはいけないので、やはり本業じゃないなっていうところは感じますね。それが例えば30万40万50万かかっても、その分以上の仕事をすると自分が決めているのであれば、そこは仕組み化をきちんとしてプロにお金を払って作ることによって、例えば300万仕事ができるよね、500万の仕事ができるよねって言ったら、50万は別に高いものではないという、投資とその先に向かってやっていくものの、ね、ビジョンの考え方ですよね。なので、自分でやればただであるっていうふうに思うし、最初の頃はお金がないから全然それで構わないんですけれども、そのうちこう自分がだんだん仕事を回していくようになると、自分しかできないコンテンツ、例えばそれがレシピを作るなのか、こういったなんか発信物を作っていくとか、そういうのは自分にしかできないことなので、そこに注力をする。接客とかもそうですよね。だけどサイト作りっていうのは、核になるところは自分じゃないとダメですけど、作業そのものは、きれいに作ってくださるというのはプロにお願いしてしまう方が全然きれいなので、そのあたりを割り振りをきちんとしていって、プロフェッショナルにお任せするところはプロの知恵をきちんと使って上手にやっていく、そこも運営していく上では必要になってくるお仕事術になりますので、ぜひ自分の仕事もちょっと一度見直してみるとよろしいかなというふうに思います。